はい、どうもこんにちは、ベルプリです。今ベルファイアのセカンドシートに乗ってるんですけれども、今日はベルファイアのこのセカンドシートで PC の作業ができるのかどうかっていうのをちょっと動画でお伝えしてみようかなと思います。まあ、よく都内なんかでは、そうですね、大物政治家とか、あと、まあ、有名人もそうですし、あとはそうですね、まあ、ビジネスマンですかね、まあ、会社のお偉方なんかがよく後ろのシートに座ってるんですけれども、中にはねパソコン操作してる人もいるんじゃないかなと思ったんですけれども、まあ、私の今乗ってるこの 2.5 の Z で、まあ、後ろの方に座って、まあ、パソコン作業がねできるかどうかをちょっとこれから試してみようと思います。このチャンネルでは主にベルファイア、そして趣味で使っている 3D プリンター、あと最近収益化を果たすことのできた YouTube に関して主に動画でお伝えしておりますので、よろしくお願いいたします。あとヤフオクの方でオリジナルグッズの販売もしておりますので、気になる方いらっしゃいましたら説明欄にリンクの方を貼っておきますので、そちらの方もご覧ください。今日はたまたま私の妻が前橋の方にちょっと用事があるということでしたので、まあ、ついでにちょっと後ろの方に乗せてもらいました。まあ、いつもはね家にいて待ってるんですけど、待ってるっていうかね、ただ行かないだけなんですけれども、まあ、今回ちょっとねこういった動画を撮るためにセカンドのシートの方に乗ってちょっと一緒に走ってるところです。でパソコンの方はこれ、古い方のパソコンを今回持ってきました。まだ編集ソフトの方使い慣れてないっていうのもあるので、まあ、こちらの方でねいつも動画の方編集してるんですけれども、まあ、このね画面、今膝の上にノートパソコンを置いてるんですけれども、まあ、この体勢で果たして作業ができるかっていうことですね。あと私は意外と意外とというか、おっと、車酔いしやすい方です。バスなんかはねよく昔子供の頃酔ったもんですね。まあ、最近そういったもの乗らないんですけれども、まあ、そういった中でね、まあ、車乗ってどうなるかっていうところですね。こういった、まあ、一つの画面を見続けて、まあ、酔うか酔わないかの今回やってみようかなと思います。走る道路の方なんですけれども、片側2車線の県道ですね、まあ、ほとんどまっすぐです、まあ、ちょっとねカーブがあるぐらいなんですけれども、そこでちょっと試してみようと思います。これからちょっとねパソコンの編集作業をやりながら、まあ、車のね移動中に果たしてできるものかどうかっていうのをね試してみたいと思います。ではちょっとカメラを、左手に持ち替えて、まあ、ちょっとね段差とかあると結構揺れるんですけれども、この中で編集作業が果たしてできるかどうかってことですね。まあ、いつもこのソフトを使って、まあ、応用そのところはやってるんですけれども、今ね新しい編集ソフトを、まあ、使いこなさなきゃならないっていうところでいろいろね練習はしてるんですけれどもね。なんか飛ばしてるな、大丈夫かな。まあ、いつもこの Windows に最初から無料で入ってたソフトをねずっと使い続けてきました。ただいろいろとね機能面で限界が来たかなっていうところで、いよいよ新しく買ったソフトにね、乗り換えようかなとは思ってます。まあ、普段このソフトではあれですね、無音の部分とか、あといらない部分を編集したりとか、あとテロップを入れるっていうところで、主に利用してきましたね。まあ、無料とはいえ、まあ、長いことお世話になったわけなんですけれども、まあ、今音声は出してません。まあ、今切って分割して削除してっていう感じですね。まあ、こういった感じで、まあ、実際音声聞きながらやってるんですけれども、今ちょっとねヘッドホンつけずにやってるんですが、まあ、今ずっと画面の方を見続けてるんですけれども、特にね気持ち悪くはならないですね。車の方はずっとまっすぐ走ってる感じで、まあ、ブレーキ踏んだりアクセル踏んだりで、まあ加速だブレーキだで割とね体の方前後には揺られるんですけれども、まあ、それほど気持ち悪くならないですね。これ意外でしたね。ただ住宅地内ですか、住宅地っていうか狭いところで、まあ、右折左折なんかするときは結構体が振られるんで、そういったところでの作業は多分難しいかもしれませんね。ただまっすぐこういった幹線道路みたいなところを走る分にはおそらく、まあ、PC での作業もできるんじゃないかなと思います。今本当ねまっすぐの直線の道路ですので、まあ、特に問題ないですね。あと意外だったのが割と、まあ、開始から5分も、まあ、経ってない程度なんですけれども、気持ち悪くならないというところですね。まあ、すぐね自分のことだから酔ってもうやめたってなるかなと思ったんですけれども、意外とこの膝上に PC を置いてこの画面見る分にはまあ問題なさそうです。今ちょっと停車しているところなんですけれども、マウスの方は
こちらですね、このサイドテーブルのこの上に、まあ、ちょっとしたね、これ100均でダイソーで買ったマウスパッドというかやつなんですけれども、まあ、ここで操作してますね。まあ、できることなら、なんかこの辺でね、できた方がしっくりくるかなと思うんですけれども、ちょっとね、場所的に無理ですし、あとここでやるとね、パソコン切れになったりとか、まあ、なんか貼ればできるのかもしれないんですけれども、ちょっとね、場所的にないので、まあこの辺に、まあちょうどね、テーブルがあるので、ここに置いてやってます。まあ8人乗りでしたらあれですかね、ちょうどここにパターンってなんか降りてくるやつがありますから、まあ結局その上に置いてやることになるかなと思うんですけれども、あとは、まあ私はね、マウス派なんですけれども、うちの妻は、これ使ったり、あと、モニターの方が、タッチパネル式なので、マウス使わない派ですね、うちの妻は。よくあれで作業できるなと思うんですけれども、まあ私はね、マウスなきゃ全然作業できない人間なんですけれどもね。ちょっと思ったのが、電源ですね。まあ新しく買ったノートパソコンは、そうですね、8時間ぐらいはまあバッテリー駆動で持つんですけれども、こちらの、この NEC のパソコンの方はだいぶ古くなってきて、まあ満充電にしてもそう2時間ぐらいしか持ちません。まあ、スマホなんかはね、いつもUSB 経由で充電できるようになってるんですけれども、100V のやつがないので、まあ、ここの部分ですか。ここによく、オプションで付けることがこの辺ですね、できるんですけれども、まあ、それがないとね、ちょっと、変換器使わなきゃならないので、まあ、どっちがいいかですね、最初からオプションでその 100V 付けるか、あとは、後付けっていうかね、カー用品店かなんかで、まあ、12V のからの変換ですね。をつけるかなんですけれども、まあ後ろでね、パソコンやる前提であれば、やっぱりここに 100V あった方がいいかななんて思いますね。ノートパソコンの方も画面サイズは 15.4 ですね。まあ小型で薄いタイプもあるんですがね、どっちがいいかなと思うんですけれども、まあ膝の上に置いて作業するにはこのサイズの方が見やすいんじゃないかなと思います。まああれですね、まあ、ずっと先ほどから画面の方見続けてるんですけれども、特に酔うとか気持ち悪いとかっていう風にはならないですね。まあ、私はいつも運転する側なので、まあ、こうやってね、後ろに座ってパソコンをね、操作するっていうのは多分今回初めてですね。まあ、できるビジネスマンとか会社の役員なんかはこういうスタイルで、まあ、仕事をしてるんですかね。まあ、ネットワークつなげた状態で、まあ、移動中も仕事するみたいな感じで、まあ、やってるんでしょうか。まあそういう人たちがね、どういった車乗ってるかっていうのもあるんですけれども、まあ高級セダンかこういったねミニバンになるんでしょうかね。まあこれであれば本当ね、移動中も無駄なく仕事の時間を、まあ、うまく使えるかなっていうところで、まあ、よくね空港とかあと駅なんかでもね、電車とか飛行機乗ってる人なんかでよく、ね、小型タイプの PC でね、せわしなくカタカタ打ってる人たちも結構いますけど、仕事してんだなと思って見るんですけれどもね、まあ、車の中での移動の時間もね、やっぱ無駄なく使う、まあ、できるビジネスマンたちはこういうスタイルで、まあ、仕事をしてるんですかね。まあ、ちょっとね、私には想像がつかないんですけれども、まあ、ただ今回、まあ、酔いやすいんですけれどもね、私はね、まあ、車はこうやってセカンドシートに乗って、まあ、PC 見続けながら、まあ、さっきから、まあ、少しね、いろいろ操作しながらは来たんですけれども、特に気持ち悪くなることはないですね。まあ、市街地を走行してるわけですから、ブレーキアクセルがまあ頻繁にあるんですけれども、まあ、そういった中でも特にまあ問題ないということですから、まあ、高速移動中であれば、まあ、特にねその辺は心配ないんじゃないかと。まあ、首都高とかそういったところはねどうなるかわからないんですけれども、まあ、流れのまあいいというか直線の続く高速であればさらに快適ではないかなと思います。まあ、今はただのねサラリーマンやってる YouTuber なんですけれどもね、こういったスタイルでなんていうんですかね、運転手がいる状態でね、こういったなんかまあ PC いじりながら次の職場に行くみたいな、そういうスタイルがなんか取れればねかっこいいかななんて思うんですけれどもね、なんかそれはまあ夢のまた夢みたいな。まあ、チャンネル登録がこの後今後ね増えてって、まあ、10万だ20万ってなればね、また働き方も変わるかなと思うんですけれども、しばらくはまあサラリーマンやりながら、まあ、YouTube やるっていう風になると思います。ベルファイアのセカンドシートは非常にまあ乗り心地がいいです。まあ、この前オデッセイのアブソリュートと比べて、まあ、その時はね完敗したなと思ったんですが、まあ、それでもね乗り心地が悪いこと、いいことにはまあ間違いないですね。まあ、そんなわけでベルファイア、まあ、2.5 の Z なんですけれども、まあ、後ろに座った状態でこういった、まあ、2車線の幹線道路ですねを走りながらの後ろのパソコンの操作っていうのは全然問題なくできるというのが今回分かりました。普段は運転席に乗って、まあ、いろいろね撮影とかすることがほとんどなんですけれども、まあ、機会があればねこうやって後ろの座席に座って、
いろいろなことをね、試してみたいと思います。まあ、今回やる前から本当ね、どうせ PC なんか見てたら絶対酔うだろうと思ったんですけれども、まあ意外でしたね。あと、年齢を重ねたことによって酔わなくなったっていうのもあるかもしれないんですが、本当子供の頃にこんなことをやればね、間違いなく酔ったと思います。というわけで、今回はベルファイアのセカンドシートから、まあね、乗り心地というか、あと PC の操作をして酔うか酔わないかというね、そういったところの動画をお伝えさせていただきました。今後もこのような形で動画の方を作っていこうと思いますので、気になる方いらっしゃいましたらチャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いいたします。あとリクエストご質問等ございましたらお気軽にコメント欄の方にお書きください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ベルプリでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。